並べてほしい、こういう感じで。なんかこうやってやるとなかなかあれんな。でこう綺麗にこう並べてほしい、その順番通りにこういう感じ、はい、あ、なるほど、おー、うん、でちょっと待ってね、これが間違ってたらまたあれなんで、まあ、間違っても、まあ、やり直したいだけなので、はい、うんうん、でこれ、うんうん、でちゃんとこの、色の並び、さっき言ってたこの並び、はい、1番が左側に来るように、はい、うん、並べてください、はいはい、うん、で、これ綺麗に並べ終わったら、あとこんなに長いのいらないのでバチンって切るんですけど、はい、でまあ、このコネクターもいろいろやっぱ種類あるんですよ、はい、うん、これちょっと一番あの僕も一番初めに購入したコネクターになってて、はい、ちょっと今のやつと比べるとちょっとやりにくいタイプになってます。なるほど、うん、まあまあ他にもあんねんけど、まあ、まずこれからやりましょうか、はい、で完成品って見たことある？僕のケーブル、まあでもいいし、はい、どれもなんか持ってたと思うから、ちょっとテスト、ちょっと待って、あ、これこれこれ、あ、ちょ、うん、要はこういう出来上がりのこんな感じ、ちょっと見てもいいですか？うん、見て、色の並びがさっきやった通りになってると思うねんけど、これ、あ、なるほど、うん、うん、要はこの心棒というか、この、なんですかね、引っ込みは向かなくていいんです、向かなくていい、あ、なるほど、うんうん、で、その並びにちゃんとこれ並べないといけない、あ、うん、並べた後に、この線を切るわけなんやけど、はい、うん、こんな感じね、これね、うん、でここでこんな長さいらないんで、はい、必要な長さはこう、まあ、大体こうなって、大体もう、まあもうこれも感覚で覚えたらいいと思うけど、はい、うん、大体1センチぐらいなってるかな、これね、なるほど、うん、そうです ね、中に、はい、でその1センチぐらいのところでこれバツンと切ります、はい、はい、電気あの切るんやったらあのニッパーの方がいいです。あ、ニッパーがいいんですね。うん、ニッパーかもしくはもう、まあ、こういう専用の切るやつもあるんですけど、はい、うん、まあそこまでは多分いらないと思いますし、まあ、これで一回やりましょうか。はい、うん、でこれ宅内でやるときこれバラバラになるんで、はい、気をつけてくださいね。はい、フローリング上とかね。はい。はい、うん、で、なんだろう。ほんだまっすぐこれパツってなるんで、はい、うんうん、ペンチとかでしたらちょっとこうまっすぐこうならない場合があるんで、はい、はい、うん、であとこれ入れます。あ、うん、あ、もうそのまま入れていいんですか？うん、これはそのまま入れていいタイプなんで、へえ、でこれ、ほんでこれ奥までちゃんと芯線がこれつくようにしてください。はい、でこの外側の引く服に関してはある程度融通効くんで、はい、こうギュッと押しちゃったら、あ、うん、中まで入っていくんで、はい、うん、ここがストッパーかかる形になるので、うん、でそこまでちゃんと押すようにしてくださいね。あ、うん、であとはこれであのペンチで、これですね、これ俺使ったことないねんけど、キダピンのやつはこっちにしましょうか、うんうんうん、これもあの電気 あのスリーブの締めるやつと一緒で、もうアホみたいに締めなくて大丈夫です。もうこれ力が勝手にもあのラチェットついてるんで、はい、うん、もうそれにも任せてもらえればいいと思います。これだけで終わりです。ほんだこれが完成っていう形になります。どう見てもいいですか？すごい、なんか簡単っすね、意外と、うん、めっちゃ簡単やん、うん、ただその注意するポイントですよ、これ入れるときにこう、はいはい、あキラピーやけんスッて入っとうけど、うん、俺らがしたらなんかグニャとかってことですよね。そう、あの入れ違うと色が入れ替わるとかそういったことになるとテスターがうまいこと作動しませんので。ああ、このテスターない人はどうしたらいいですか？もう普通にネットさして映るかどうかって感じですか？ああ、テスターない人か、まあ、テスターやっぱり買いましょう。
これも一応2000円ぐらい売ってます。あ、いろんなテスターあるんですけど、はい、これはもうまあ動通見るだけなんで、はい、うん、もうアマゾンでも一番安いやつでいいと思います。あ、分かりました。ランテス、なんていうんですかこれ。ランテスター。ランテスター、うん、そのまんま、うん、なるほど。はい、やってください。はい、皆さん生きていいってことですか。全然いい。あ、ほんならちょっとほんならこのこっちからしよう。切って、うん、ここせっかく作ったからもったいないから、うん、確かに。じゃあこっちを、まあ、こっちこっちこっち、あ、こっち、うん、こんな種類あるんだこれ。ちょっと待って、あ、そうやね。あ、そうそう、カテロクはちょっと細かいのがいっぱいあるんで、はい、5だけ、5やったら一緒なのかな。あ、やっぱ全く一緒のやつ使ってはんな、まさきさん、うん、やっぱ本物使ってますね。あ、このパンドウィットっていうメーカーはそのランのメーカーで、はい、まあ、有名なところな、有名というかもう主流なんです、ね、主流というか、まあ、世界共通だと思います。へえ、うん、でこれも僕も持ってきてもそうですね、これ一緒のやつですね、はい、全く。これはちょっと入れるのがちょっと難しい。ティラピーも同じやつですよね、うん、で今またちょっと違うやつも今 あるので、あ、もっとやりやすいもあります。うん、そっちの方がでも高いんですか。ちょっと高いかもわかんないです。あ、でもちょっと、でもそんな変わらへんちゃったな、うん、でもあるんだ、入れにくい、入れやすい、ありますよ。あ、これはもう20年前から同じメーカーですね。で今またちょっとそういうのが改良されて、あ、入れやすいやつとかそうそうそう、ありますね。でも順番通りにしですか。うん、順番通りに並べて、はい、まず1番が白オレかな。できました、うん、で最後が、白茶、茶色ね、うん、で同じようにまたこうさっきやったように並べてもらってもうこういうのは蓮君覚えてよ、ほんまに。もう俺らみたいなこんなもう老眼だったらできへんからねほんまに。合ってる、左が一番だ。コネクターから見たらこっちが一番っていう感じになるっすね。一番ね、一番。あ、そうか、さ、それ書いてるんですか。いや、書いてでは、これ書いてもうキラピ覚えてるんですか。覚えてるっすね。フック、そのポッチがある方がこっちとか、そうそうそう、うん、どっかに書いてたんちゃうかな。あ、ないかな、うん、たまにランの箱とかにもそういうの記載されてるやつあ、一番がこっちみたいな。そうそうそう、あ、できた、うん、ちょっとちゃうなキラピ見ても分かった。順番がちょっとずれる。ずれる、はい、はい、そこはなぁ、ちょっとそれに一回慣れてもらうとな、次の段階には進めない楽をする方法を覚えるのはダメなんで、はい、はい、あ、できました、はい、お、起きた、はい、うん、だからそれをえ大体もう1センチ、うん、ぐらい残して、こう合わせて切断してください、うん、まあ大体、まあ、感覚でもいいから合わせてもらったらいいと思います。皮膚、この水色のやつが、うん、そうそう、その辺ぐらいまで入る、はい、まあほんまなるべくこの辺ぐらいまで来る方がいいけど、まあとりあえずは、うん、大体そうやね、1センチぐらいかな。で、まっすぐね、はい、まあ別に、まあそれは自分家なんて別に、はい、これも向きありますか。向きある。これ、この面が上、なるほど。で、このコネクターの一番左、この上から、このゴールドが見えてるところから向かって、一番から8、あ、そう、あ、なるほど、で、こういうことですよね。そう、そういうことです、
でその時に、うん、そこが一番難しいところ。難しいんだ。うん、キドピスって普通にいるよって。こんなこれをもう毎日300世帯とかやってみてくださいよ。300をかける600。どんだけかかんねえ。すげえ。あとはどんだけ不良が出るかどうかってとこですね。どうですかね。うん。これで。うん。お、いいんちゃう。まあいいや。うん、とりあえずどんなこれで圧着しましょう。はい。はい。どこで使う。これ、うん、一回使ってみて。これも多分そんな力入れんでもいいと思いますね。もう入れた時にパッて離れるんで。で、うん、入るところに。うん。多分これはね、どうやろうか。そうやな、こっちやね。うん、そうそうそう。それ奥までバッて。うん。うん、で、うん。で、ギュッて握って。で、離れたらもう圧着完了とか。うん、それで完了やね。あ、多分これ爪が引っかかってもちゃう。ちょっとなんか硬くて。え？何よこれ。あ、多分ここが引っかかってただけやと思います。あ、だこれで一応完成っていうことなんやけど。じゃあ、そっち。あとちょっとそれでちょっとテスト当てましょう。はい。